どうも懲罰モンキーです。突然ですが皆さんが好きなレース場はありますか？本命島なので大村が好きという方や、棚島だから戸田や平和島が好きという方もいらっしゃると思います。今回は本命島の方も棚島の方も楽しめるボートレースガマゴーリについて解説していこうと思います。ガマゴーリを飼っているとあることができるようになる。ガマゴーリの決まり手には変わった特徴がある。実は初心者の人こそガマゴーリからかけるべき。これらの情報を余すことなくお伝えします。今回の動画で皆さんの船権力上がること間違いなしです。ぜひ最後までご覧ください。まずはガマゴーリの基本情報からお伝えします。ボートレースガマゴーリは愛知県ガマゴーリ市にあるレース場で、水質は汽水、三河湾と一応つながってはいますが塩分濃度が低く、オフィシャルサイトでも汽水の表記です。汽水ですので体重の軽い女子選手は有利になることが多く、またプール水面で風の影響も少なく穏やかな水面であるため、スピード戦が魅力のレース場になっています。それではボートレースガマゴーリの特徴を詳しく見ていきましょう。ボートレースガマゴーリの特徴の一つ目は1マーク側のバックストレッチの広さです。まずはこちらのガマゴーリの水面図をご覧ください。見ていただいてまず目につくのが1マークの奥、バックストレッチの広さですよね。この部分の広さが 156.7 メートルもあり、これは全国1位の広さです。バックストレッチが広かったらどうなるの？と疑問に思う方もいらっしゃると思いますが、このバックストレッチの広さは各コースの勝率にも影響するんです。ではどこのコースに有利に働くのか見てみましょう。まずはボートレースガマゴーリと全国のレース場の各コースの平均勝率を見てみましょう。1コースの勝率は全国平均とほぼ同じですが、注目していただきたいのが3コースから5コースです。わずかではありますが全国平均よりも高くなっているのがわかると思います。これは最初にお伝えしたように水面が静水面であることと、バックストレッチ側の広さに由来するものです。静水面で握って攻めやすい分、3コースより外のマクルコースが有利になっているんですね。ただ船券を買うときに注意したいのは、3コースから5コースが圧倒的に有利というわけではないという点です。有利なことに変わりはないのですが、選手特徴や船足、展示などをしっかりと確認して判断するようにしてみてください。それでは特徴1のまくり水面という特徴を踏まえて、ボートレースガマゴーリの実際のレースを予想してみましょう。ガマゴーリ一般戦の12レース、ナイターの12レースということで、もちろん日は落ちた状態です。出走表はこちら。1号艇には地元愛知の A1 レーサー、柳沢選手が入り、負けられない一戦です。ここで注目したいのは3号艇の藤山翔太選手。先ほども少し話しましたが、藤山選手といえばマクリアとして有名で、この時も伸び型の調整をしていました。まずは事前情報からです。まず各艇の枠番別情報はこちら。1号艇柳沢選手の逃げ率は 76%、 逃がし率 50% です。やはり3号艇藤山選手はまくり率も 22% と非常に高いですね。それでは実際にスタート展示、周回展示を確認していきましょう。まずはスタート展示からです。フライングのタイミングでしたが、3号艇藤山選手が伸びる感じでしたね。続いて周回展示も見ていきましょう。まず2マークからです。直線形が良さそうな3号艇藤山選手、そして6号艇柘植選手の2選手が回りづらそうでしたね。それでは1マーク側も見てみましょう。1マークでも3号艇の藤山選手は回りづらそうで、回り足は5号艇の永井選手が非常に良さそうに見えました。それでは今の目展示をオリジナル展示で確認してみましょう。オリジナル展示タイムはこちらです。
目天寺通り3号艇の藤山選手が直線系の足が良く、5号艇の永井選手が回り足系はいいですね。ここまで見たらあとは展開予想です。蒲郡の特徴1で3コースから5コースは攻めやすいことは分かっており、3コースに藤山選手が入っておりますので、3号艇藤山選手が展開を作ると予想できます。かといって1号艇の柳沢選手も地元で強い選手ですので消すことはできない。以上を踏まえて懲罰モンキーが出した予想はこちら。1号艇の柳沢選手の逃げから相手に回り足がいい4号艇5号艇を入れています。そして抑えで4号艇の坂口選手のまくり差しを狙いました。そこは3号艇の藤山選手のまくりじゃないのかよと皆さんに突っ込まれそうですが、この2つの予想は蒲郡の3コースに藤山選手だからこそできる予想です。3コースの藤山選手がまくりに行って攻めるという展開は予想できるので、藤山選手がまくり切るかどうかを予想しなければいけませんが、スタート展示でフライングタイミング回り足が良くなさそうという理由でまくりに行くが不発という予想にしました。それでは実際にレース結果はどうだったのか見てみましょう。3番4番5番6番です。今日のファイナルカードの第12レース、スタートします。1番2番3番揃った状態でありますが、1号艇出しが効いた3号艇伸びてくる、3号艇の藤山翔太が叩きに行く、まくり切る、乗ってくる4号艇ズコンと坂口めぐる、さらには5号艇の長井源バッケー入った、4号艇の坂口のまくり出しでありますが、3号艇攻めて伸びた3号艇の藤山、インコースから5号艇の長井も絡んでいく。さあ前提正常でした。4号艇トップで回った4号艇の坂口めぐる、3号艇前を取りながら3号艇の藤山追走、5号艇もくるっとうまくボートを返した、長い源でありますが、向いてからは直線警戒、3号艇の藤山翔太の方が出てくる展開、4番3番5番が上位を形成であります。バッケード4号艇の坂口めぐるがクリア、2番手争い、3号艇の佐藤山5号艇を回して殺旋回、コーナー先に回った5号艇の長い源も巧みボートを返してきている。一瞬並びかけるが、それでも向いてからは3号艇の藤山翔太の方がパンチ力があります。ここはチルとレイで直線に振っている3号艇の藤山翔太、5号艇の長井と前を取りながら手前でボートを向けてくるが、それでも入りきれず3号艇の藤山翔太が仕掛ける展開でしたが、現在2番手4番3番5番でオドケイマを通過していきます。ラストコーナーを坂口めぐるから藤山翔太、3番手は5号艇の永井源です。4番3番5番先頭4番の坂口五輪、2着3番の藤山翔太、3着で5番の永井です。展開予想も見事にはまって435で的中、5840円の配当でした。このようにレース上情報プラス選手情報プラス展示情報をしっかりと確認し、展開予想をすることでしっかりと的中させられます。動画用に後から言ってるだけでしょうと不信感を抱かれた方もいらっしゃるかと思いますが大丈夫です。回目を見て気づいた方もいらっしゃるかもしれませんが、今紹介した予想ですが、実は懲罰モンキーの公式LINE に登録すると誰でも無料で引ける冒涜時にて僕が実際に予想していたレースでした。登録がまだの方はぜひやってみてください。公式 LINE では毎日引ける冒涜時もやっていて、懲罰モンキーの激アツ予想を毎日更新していますので、ぜひ今のうちに友達登録しておいてください。ボートレース蒲郡の特徴の2つ目は決まり手が特殊な点です。先ほどコース別の勝率をお見せしましたが、次はコース別の決まり手について確認してみましょう。ボートレース蒲郡のコース別の勝率はこちらです。同じく1マーク側のバックストレッチが広いボートレース徳山の数値と比較してみると、2コースから4コースのまくりの割合がそれぞれ 10% 近くも高くなっているのがわかると思います。2コースと3コース4コースによって原因は異なりますので、原因をしっかりと見ていきましょう。まずは2コースのまくり率が高いのは1マークの振り幅が原因となっています。もう一度ボートレース蒲郡の水面図を見てみましょう。ボートレース蒲郡では1マークの振り幅が 15.7m なのに対して、全国平均の振り幅は 12.2m ほどですので、1コースはその分スタートしてから車高して走らなければならず、スタートの遅れが許されません。その分2コースからスタートを決められてしまうと、そのまままくられてしまうため2コースまくりが多くなってしまうんですね。続いて3コース4コースのまくりについてですが、これは前半お話しした1マーク側のバックストレッチの広さから来るもので、全速でまくりに行っても対岸に衝突することなく握ることができるため大胆なまくりを決めやすいんですね。
先ほど紹介したレースでもマクリアで有名な藤山翔太選手はかなり大胆に握っていました。3コースから5コースの選手は選手特徴も加味すればかなり狙うことができますので、蒲郡で馬券を買うときはぜひ注目してみてください。ではここでも特徴2のコース別の決まり手を意識しながら予想してみましょう。蒲郡の6レースの出走表になります。1号艇、2号艇、6号艇に A 級レーサーの入った番組です。6レースですので締め切りは17時30分くらいで、日は落ちきってはいない時間帯のレースになります。それでは事前にわかる情報から見ていきます。各艇の枠別の情報がこちら。1号艇宇土選手の逃げ率は 26.1%、 2号艇山田浩二選手の逃がし率は 38.9% と、どちらも平均値以下の数値です。ここで注目するのが各艇のまくり率です。蒲郡は2、3、4コースのまくりの割合が高いんでしたね。2号艇の山田選手はまくり率 16.7%、 3号艇の北川選手のまくり率は 6.3%、 5号艇の宇馬選手のまくり率は 4.8% でした。では実際に展示を確認して逃げそうなのか、まくりが決まりそうなのかを予想していきましょう。まずはスタート展示から見ていきましょう。6号艇の増田選手がフライングのタイミングでしたが、各艇はあまり差は感じませんでした。それでは続いて周回展示です。まずは2マークからです。2号艇の山田選手は押し感もありいいですが、3号艇の北川選手は回りづらそうでした。それでは1マーク側も見てみましょう。1マークでも3号艇の北川選手と5号艇宇馬選手は回りづらそうでしたね。それでは今の目展示をオリジナル展示で確認してみましょう。オリジナル展示タイムはこちらです。目展示通り2号艇山田選手は1周タイムもいいですね。それではここまでの情報で予想していきます。今回は実力的にも2号艇山田選手に着目します。2号艇山田選手は2コースからでもまくり率が高く、スタート展示でも一定進ほどのスタートにできていました。そこで懲罰モンキーが出した予想がこちらです。2号艇山田選手の2コースまくりから相手に展開が向く3号艇北川選手を入れました。それでは結果はどのようになったのでしょうか、一緒に見ていきましょう。6番6番です。予選競争第6レース、スタートしました。勢いが圧倒的に違う。2コース優勢、2号艇の山田浩二がインを叩いてまくり先制の構え。1号艇の宇都が残せるかどうか。3号艇は2艇の内側へ切り込んでいく。4号艇5号艇が握り合って左右根っこ。6号艇増田圭司の差しアンダル先制決まった。2号艇の山田浩二が先頭。2番手の水は3号艇1号艇並んでいまして、内側3号艇北川、外に1号艇の宇都康成、そこへ4番手左右から6号艇の増田圭司。スタートは正常でした。2着争いはセンター3号艇北川の内側へ単マークに寄りながら、6号艇増田圭司握り合っていく。3号艇と1号艇方面折り返しました。さあ2番手争いですが、少し3号艇と1号艇が接触する間に、内側からスルスルっと6号艇の増田圭司、増田が単独2番手に上がってきました。北川3番手すかさず内へ振って1号艇の宇都、その宇都の進路を抑えるライン取りから3号艇の北川、2番手の内側にも迫ってきますが、増田圭司が2艇の外を回ってバックストレッチへかわしていきました。2番手は6号艇の増田圭司、3番手も3号艇の北川俊弘、体型が263となってスリットルをこれから通過。22マークの旋回に入ります。4番手はそこから3艇審判差、5号艇の宇馬義経、22マークの旋回に入ります。3番手は3号艇の北川がコーナー有利に先に回っていきますが、内懐へ5号艇切り込んでいった宇馬義経、さあ一気に捉えてきました。3番手の次はアウト側に3号艇の北川、内完全に捉えた5号艇の宇馬義経、5号艇3号艇が並んでスリット前を通過。3周1マークの3番手の末ですが、その3号艇をがっちり止める5号艇の馬吉ね。馬が3番手ターン、続いて4号艇も飛び込んでくる。3号艇の北はここ攻めきれませんでした。3番手はここで逆転、5号艇馬吉ね浮上、体型が265となってこれからスリットオーナー。ラストコーナーの旋回に向かっていきます。
3番手と4番手の差は3停止、直線再度浮上しながら3号艇の北川俊弘、しかし抑えるライン取りから5号艇の馬引かずに3号艇の北川が内から内へくるりと回ってホームへ折り返すんですがかわしました。3番手は5号艇の馬、道中逆転、馬吉常が3番手を取り切ってまもなくゴール、先頭2番の山田五輪、2着6番の増田、3着5番の馬、続いて3番の北川、4番の伊藤、ラスト1番の宇都五輪。一周一マークまでの読みは完璧でしたが、3号艇の北川選手はどんどん着を落としていき、結果265で的中ならずでした。3号艇の北川選手の回り足については、展示2マークで良くないことを見ていたのにもかかわらず、予想の軸に組み込んでいたのは失敗でしたね。このように一周一マークの予想だけでは的中しないのもボートレースの難しさですよね。皆さんはぜひこの懲罰モンキーの失敗を反面教師にして、ガンガン的中させてください。ボートレースガマゴーリの特徴の3つ目は天井を見る練習ができることです。懲罰さん何言ってるの？そんなのどこのレース場で見ても一緒でしょ？という方もいらっしゃると思いますが、そうではないんです。目天示を見るときには自分の目天示が正しかったのかどうかを見極めなければ力はついていきません。それが全てのレースで自分の目天示とプロの目天示を比較できるのがボートレースガマゴーリの強みです。というのもボートレースガマゴーリの公式サイトのコーナー実況高橋アナのズバッと解説では、全てのレースの目天示情報と天示評価をチャート形式とコメント付きで公開されています。自分では行き足いいと思ったけどと思ってもすぐに他の人の意見を見ることはなかなかできない中で、ガマゴーリでは公式サイトを見るだけで簡単に見ることができるのはめちゃくちゃいいサービスです。チャート形式の船足評価では横軸にスリット付近の勢い、縦軸にターンの雰囲気を表記してくれているので、一目で船足のいい選手を見ることができます。また節間全レースを見られないという人も、高橋アナが前走の走りなどと比較したコメントを書いてくれるので、自分の目展示との比較としても単純に予想の要素としても見ることができるので、ガマゴーリで船券を買うときは必ず確認するようにしてみてください。ではガマゴーリ開催中ではないタイミングで見ていただいている方もいらっしゃると思いますので、高橋アナのズバッと解説を一つご紹介します。一般開催の時で出走表はこちらです。このレースでは3コース、5コース、6コースに A 級の選手が入り、人気もそこが中心になっていました。早速展示を見てみましょう。まずはスタート展示、スリット体型から見ていきましょう。今回は高橋アナの予想と比べてみますので、皆さんどの手が良さそうか一緒に考えてみましょう。続いて周回展示も見ていきます。まずは2マークからです。続いて1マークです。さて、どの手が良かったかイメージできましたか？では高橋アナのズバッと解説と皆さんの展示評価を比べてみましょう。高橋アナの評価はこちら。ターンがいいのは6号艇、次いで2号艇、4号艇、スリットの勢いは5号艇が一番でした。皆さんの予想と合っていましたか？ではこのレースも結果も一緒に見ていきましょう。予選競争の第5レース、スタートしました。3番、4番、6番あたりがショート警戒でありますが、1号艇ダーシャキーター、1号艇の滝沢コーナー先手には余裕がある。2号艇の上におっとボードが浮かんだ。3号艇外回、ここから4番、6号艇切り込んでバッケー入ったが、インハンデスな6号艇山田浩二はこれを避け気味。ただ山田浩二そこから盛り上げ抑え込んだ。6号艇山田浩二もくるっとボード回数、ここで交戦回、3号艇金子かぶせを抑え込んだ。開いた後席またいだ6号艇山田浩二、角度をつけようとしたが船が向ききらない。3号艇の金子先行、先頭1番の滝沢ゴールイン、2着で2番の上野、3着こらえまして3番の金子です。6番山田、
結果1ふた3で3500円といういい配当でした。高橋アナはコメントでも2号艇の上野選手をスタートさえいければと評価しており、見事に2着でしたね。ぜひ皆さんも高橋アナの評価と自分の目天井を比べてみて、目天井が見れるようになっていきましょう。そして最後にプラスアルファの知識ですが、必ず忘れてはいけないのは、蒲郡はナイター開催のレース場だということです。ナイターだったら何か違うの？と思われた方に説明すると、ナイター開催の場合、夜になり日が落ちると気温が下がります。気温が下がるとモーターの出足が良くなるので、出足が重要になる1号艇の逃げ率が上がるんです。実際にデータ上でも通常のものと18時以降のものを比べてみると、1号艇の逃げ率は 10% 以上も上がります。また一般戦と G3 では第7レースで進入固定戦が行われます。18時前後に行われる第7レースですので、7レースを境に逃げ率がぐんと上がるということだけでも覚えておいてください。ここまで実戦を交えながら蒲郡の特徴を解説してきました。皆さんの今までの蒲郡のイメージと変わったところはありましたか？気になる部分があればコメントで教えてください。またボートレースで役に立つ情報やおすすめのレースなどを配信していく予定ですので、チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。コメントをくだされば全てのコメントに目を通させていただき、できるだけ早く皆さんにコメント返ししていきますので、コメントもお待ちしております。公式 LINE でもボートレースにまつわる様々な情報や懲罰モンキーとっておきの予想も配信していきますので、ぜひ今のうちに友達登録しておいてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。